きおーちゃん。はい、どうもおーちゃんです。よろしくお願いいたします。ではでは、噛みつきおーちゃんということですね。今回取り上げる話題なんですけれども、韓国、政治に関連はしてるんですけれども、ちょっとですね、政治と金の話っていうんですか、日本でもねよく起きてることなんですけれども、ちょっとその話題触れておきたいと思います。はい、政治と金、万国共通の問題なんですかね。はい、では韓国で起きていることをご紹介したいと思います。よいしょ。はい、こちらですね、続報みたいな形なんですかね。はい、以前から報道されておりますけれども、共に民主、現金入り封筒疑惑と謝罪の翌日から火消しに躍起、食事代程度の金額であると、ビビたるもんじゃないかということで、火消しに躍起になっているということなんですね。はい、ではどういうことなのか、ニュースの方をご紹介したいと思います。韓国野党共に民主党の、指導部から18日、2021年の党大会での現金入り封筒ばらまき疑惑に関連し、すごいね、なんか上から札束降ってくるみたいな絵見えますけどね、実務担当者のガソリン代か食事代水準の金額だ、実際には渡されなかったかもしれないといった発言が飛び出した。前日にイ・ジェミョン代表が国民に謝罪してからわずか1日で疑惑を縮小しようとする発言が相次いだ格好だと。これまで党内の状況を注視してきた非主流派は、党の命運がかかった津波のような危機、第二の決闘を覚悟するべきだと、すべきだといった表現を使い、指導部の対処は消極的だと批判したと。一部からはイ・ナギョン元代表の、役割を指摘する声も出るなど、イ・ジェミョン体制が最大の危機に直面したとの見方も浮上したと。はい、冒頭なんですけれども、ちょっとですね、詳しく、噛み砕いて説明いたしますと、いわゆる、選挙の際にですね、裏金じゃないですけれども、お金を配ったっていうことが、簡単に言うとそういう話なんです。でですね、昨日ですね、一昨日になるんですけれども、17日にですね、イ・ジェミョンがですね、民主党、今の共に民主党の代表ですね、イ・ジェミョンがですね、謝罪会見をしたんですよ。珍しいですよね。党の代表が頭を下げると、自分の不祥事については実際認めないで頭を下げたことなんてない、なんだその首90年曲がるんだみたいなね、お辞儀できるんだみたいなねそういった驚きのニュースが、一昨日起きたんですけれども、イ・ジェミョンがですね、頭を下げて、今回ですね、国民の皆様にちょっとご迷惑をおかけしましたと、申し訳ございませんでしたと、はい、共に民主党代表として、お詫び申し上げますみたいな、感じで謝罪をしたっていうんですよ。その内容がっていうのが、この党内のですね、代表選挙の中で、当時のですね、代表、孫さんと、イ・ナギョンなんですけれども、はい、両元代表がですね、選挙の際にお金を配っていたと、はい、いうことで、そのお金をもらったとされるその封筒ですね、現金ではない、現金見えているわけではないので、その封筒ですね、もらったとされる人たちが、名指しされてたわけですね、でイ・ジェミョンがそれはもうすいませんでしたということで謝罪したということが一昨日話題になっていたというところなんですけれども、1日明けて、その議員たち含めてですね、全員がですね否定し始めたと、あるいはそのお金がですね、もうビビたるもんだと、そんな大したお金もらってねえよと、そんな罪に問われるほどもらってるわけじゃねえよと、いうことを言い始めたっていう話なんですね。ではでは、その詳細ですね、ご紹介したいと思います。チ・イ・ジェミョン系の、議員の座長を務めるチョン・ソンホ、超議員ですね、は、国民は全体的に大きな金額だと思っているが、金額は実務者の車代、ガソリン代、食事代水準だと述べたと。はい、なるほど、そんなにね高い金額ではないということを言ってるわけですね。チョン議員は現金入り封筒リストに7人会など、新イ・ジェミョン系議員の名前が挙がっているとの疑惑には、イ・ジェミョン氏側が党大会に介入していると言われないようにしていたとして否定したと。関わってないと。というわけで、チョン議員はそんな具体的な金額の享受、孫、元代表が知っていたならば、いたらばになってます、いたならば容認しなかっただろうとも話したと。はい、このですね、孫元代表っていうものがですね、その謝罪会見の時にイ・ジェミョンが名指しで言ってたんですけれども、この人が、お金を配ったとされる、録音テープがあるんだと、それを聞いたがために、いやこれはもうさすがに真っ黒だわと、これはもう孫元代表ダメだわと、いやもう共に民主党代表として申し訳ないと、うちの議員が申し訳ないということで謝り始めたわけですね。はい、それがどういうことなのか、感想で述べますけどね、ちょっと待ってくださいね。民主党指導部からも疑惑を否定する発言が続いた。党最高委員の、ソ・ヨンギョ
銀は銀、そう4行、銀は本市の電話取材に対し、封筒がどれだけ渡されたか渡されずに集めただけだったのかは不明だと話した。うん、うやむやにしてましたね。そう銀は現金入り封筒の内容、過去事実関係が確実に把握されていたならば、検察が昨年から追及していただろうとし、検察の捜査は政治介入だとも主張したと。うん、同じく最高委員の、チャン・ギャンテ議員も、党独自の、真相調査は不可能だとし、調査をしたところで証言に依存するしかなく、捜査権もないので、自宅の探索を探したいとも言えないと述べたと。うん、まあ、のらりくらりしてますね。ある民主党議員は、党大会の際、議員は忙しくて余裕がないとし、議員が現金入り封筒を直接受け取るというのはありえないことだが、仮に一部の実務担当者の間で封筒が出回ったとしても、議員がその具体的な状況を把握できるはずがないと述べたと。うん、まあ、党大会の時はですね、忙しく、走り回ってるんで、忙しくしてるんで、そんなものもらったって把握してるわけないじゃないかと。うん、知らないよ、そんなのっていうことで、しらばっくれてるわけですね。結局は党としても検察による捜査の具体的内容を見守るしかないと見ていると。うん、民主党関係者は、検察が疑惑を立証するためには現金入り封筒を送った側と受け取った側と時間場所まで全て特定しなければならない、捜査は、録音記録だけに依存しており、まあ、先ほどのですね、孫元代表のお話テープですね、はい、遠回しに言っている感じだと話したと。で、その渦中の孫元代表です。孫元代表は22日にパリで記者会見を開き、立場を表明する予定だと、はい、22日なので、今週末土曜日ですね。孫元代表は、本人は知らなかったことで、検察による政治捜査だとの立場だと。うん、民主党からは、孫元代表の、早期帰国など決断を促す発言が相次いだ。パク・ホングン院内代表は、孫元代表は速やかに入国し、まあ、帰ってこいと、うん、釈明すべきは釈明し、説明すべきは説明するプロセスを踏むべきだと述べたと、はい、もう完全にもう悪者をですね、孫元代表になすりつけて、全責任をなすりつけて、自分たちはもうその人がやったんですということで、しらばっくれる、逃げ切るつもりなんですね、はい、党内の非主流派、まあ、非自民派じゃないってことですね、非主流派は指導部を一斉に批判したと。訪日中のキム・ドンヨン、京畿道知事、はい、この前ね、ニュースで説明したキム・ドンヨン知事ですね、は第2の、決闘レベルの覚悟で、対処すべき問題だとし、適当にやり過ごすのではなく、党は骨を削る、肝骨脱脂をしなければならないと主張したと。はい、新、イ・ナギョン系のヤン・ギデ議員も、義父の葬儀を終えて米国に向かったイ・ナギョン元代表の今後の行動について、疑惑の推移によって本人、イ前代表が帰国し、一定の役割を果たすのではないかと述べたと。ヤン議員は今回の事件を党の命運がかかった事案と位置づけ、謙虚な処分を待ち、泣いて馬謖を切らなければ、まあ、これ中国の、ね、話ですけどね、泣いて馬謖を切らなければ、はい、後で、収拾不能な状況になるとも述べたと。うん、最後です。キム、ジョンミン議員も本市の電話取材に対し、巨大な津波のような事件なのに、党指導部の対応が安易だと、うん、安直だと、倫理感覚がとても退化していると、イ・ジェミョン指導部の、指導部を批判したと。前日のイ代表の謝罪についても、昨日の措置ではダメだ、さらに、断固たる措置、先手の措置が必要だと述べた。関係者の自主的な離党が必要だという意味だと。はい、まあ、その7人についてですね、まあ、自主的に離党すべきだと。じゃないと、党のですね、その、まあ、汚れたイメージというものを払拭することはできないよと。勘弁してくれよということを言ってるわけです。また他の非、イ・ジェミョン系議員からも、不動産疑惑の関係者に離党を勧告した、孫元代表とユン・グアンソク、イ・ソンマン議員などがひとまず離党すべきだと、はい、このようなやり方で逃げ回ってばかりでは検察に振り回されるしかないという声が聞かれたということなんですね。まあ、そのままちょっとお茶の感想いきたいと思います。はい、それではお茶の感想です。よいしょ。お茶の感想、謝罪はしたが氷山の一角であるというところですね。どういうことなのか、イ・ジェミョン代表が、神戸を垂れて謝罪をする、本当の狙いは何なのかと、うん、まあ、イ・ジェミョンがですね、一昨日謝罪をしたっていうこと自体がちょっと異例だったわけですね。ただじゃあその狙いは何なのかと、うん、まあ、そう簡単に、ね、頭を下げるような人ではないので、頭を下げるっていうのは何か狙いがあるからじゃないのかと王ちゃんは睨んだわけです。17日に疑惑について国民の皆様に心配をかけたことを深く謝罪すると述べたばかりだが、該当議員たちが一斉にその関与について否定する発言をし始めた、点々点というところですね、うん、
そしてその責任を現在韓国にいないソン元代表とイ元代表へ転嫁し、釈明と責任、説明責任を果たすべきだと言っているわけですと。なので、イ・ジムとしてはですね、ここにいない2人が一番怪しいし、ここにいないあの2人に責任追及した方がいいんじゃねえのって。でね、もしね、やっちゃったんだったら、ごめんなさいっていうのをちゃんと謝った方がいいんじゃないのって。いいと思うよっていうことを、現代表が言ってるわけですね。はい。韓国らしい三文芝居ですが、即座に関与について否定も暴露もできない2名に対して、責任追及の報道を過熱させることで、悪者に仕立て上げようという算段なのでしょうと。はい。まあ、その場においてですね、2人がですね、いやいやいや、俺違うよと、関係ねえと、何を言ってるんだよということで、否定することもできない、アメリカに行っていたり、パリに行っていたり、まあ、フランスに行っていたりするわけですよね、韓国にいない2人の責任にすることによって、イ・ジミョンとしては代表として深くお詫び申し上げますと、手よくやってるわけです。加えて、現代表のイ・ジミョン自身が自ら謝罪をすることで、その身の潔白をアピールするところまでが今回の騒動のハッピーセットなのだと思われますと。はい、イ・ジミョンが思うハッピーセットなんだと思います。ただですね、イ・ジミョンからすれば、今までどんな不祥事であってもフェイクニュースに対しても謝罪をしてこなかった共に民主党として、謝罪イコール有罪であり、本件は元代表の2名が深く関わっていると宣言することで、検察の動きを操作し、はい、コントロールですね、自身の問題についての話題から国民の目をそらす狙いもあるのではないかと思われますと。はい、おちゃんとしてはやっぱりここが狙いなんじゃないかなと思いますね。まあ、側近5名がですね、命を落としているというような、恐ろしいニュースも流れていますけれども、お金の疑惑、北朝鮮にですね、送金しているという疑惑、サンバウルの社長、会長ですか、捕まっているという事実もありますがですね、そのことについて検察が、捜査していると思います。ただですね、今はこのニュース今ねホットですよということで加熱することによってですね、フォーカスをずらして自分の方に捜査も、寄せつけないと、そっちに行ってくれと、はい、責任転嫁したような感じで逃れているんじゃないかなと思います。しかしです、非イ・ジミョン派からすれば、そんな三文芝居で国民を騙し続けることはできないことも分かっていて、街頭議員の自主的な離党や第二の決闘を模索し始めているというところでしょうと。現在の共に民主党という泥船に乗り続けることが不利であると分かっているために、党内分裂は必死な様相ですと。政治と金の問題というのは全世界共通ですが、政治家という人種はなぜこんなに分かりやすく人間の欲をさらけ出してしまうのでしょうか、てんてんてんと。はい、嘘つきは泥棒の始まり、子供の頃に教わった言葉も彼らの記憶から都合よく消されてしまったのでしょうと。まあ、ひどく滑稽な姿だなと王ちゃんは思うわけです。はい、では皆さんの感想をお伺いしてみたいと思います。はい、すいません、大変お待たせいたしました。では皆さんの、コメントですね、感想ちょっと遡ったところからご紹介したいと思います。よろしくお願いします。渓谷も、相変わらずポッケないないお好きだねと。はい、まあ、この金額がですね、300万ウォンって言われてて、まあ、封筒の金額だですね、なのでまあ日本円にするところで30万円ぐらい、なんですよね、まあ、これがねお食事代であるとか、お車代、まあ、タクシー代とかね、ガソリン代だとしたら、いや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 ってまあね、どのぐらいの期間のこと言ってるのか分かんないですけど、一夜にしてねその封筒をね1個もらったりで、受け取らない議員がいたんですよね。で封筒が余ってたんですね。で余ってるなら俺にくれよっていう風に、おかわりした議員もいるらしいんですよね。それ余ってるんだったらもう一個ちょうだいよみたいな、その封筒もう一個ちゃぶともう一個ちょうだいよみたいな。ねえ、すごいね、物欲丸だし、恥ずかしいです本当に。モラルがねえなーと。日本を見習いバレない工夫しましょうね。まあね、政治と金っちゅうのはね、まあ、万国共通で日本もね、同様のことやってますけどね、まあ、叩けば埃が出る議員ばっかりでしょうけど、はい、もらった時点でアウトやろうと。食事代ぐらいだから全然そんな問われる金額じゃないんだよ、みたいなね。そういうことじゃない。金額の代償じゃない、そういうことが行われた事実が問題だってことだと。はい、そういうところがですね、分かってないんですよね。お食事代、景気代だからいいじゃん、こんなのって。そんなんね、検察が動くほどのものじゃねえよと、捜査勘弁してくれよ、少額だぜっていうことで、なんとかね、すり抜けようとしてるわけですね。はい、もう発想がもうお子様です。あちらのお札だと結構な厚さになるんじゃねってねえ、封筒が立ったみたいなね、本当に高度成長期のね、日本の現金支給の、給料袋じゃないけどね、今月は封筒が立ったぞみたいなね、まあ、お茶はねそういう時代に生きてないんで
もらったことはないですけど、そんなレベルなんでしょうな。うん、なんでそこでうやむやなこと言ってんだよと。うん、なんかうやむやにするイコールバレバレだけどね。そんなたね、口答えしなきゃいけないね。お金ばっかだねって、そうね、滑稽だよね、忙しいって理由にならないじゃんって。投手が真っ黒だもんなって、そう、現投手も、大変ですからね、代表大変ですからね、それこそ桁違いの金額ですからね。そういうのはね、そう、日本の議員ですね、小西に追及させたらいいよ。ねえ、もう一気にね、一気承知ですけどね、彼どこ行っちゃったんでしょう。あ、肝骨脱退ね、ごめんなさい。油と読み間違えた、脱脂って言っちゃいました、ね、失礼しました。肝骨脱退です。はい、日本も、最後は内毛羽が好きだけどね。ね、その辺は一緒なんだよね、結局ね、政治があってね。その謝罪はポーズだけと見えたのは私だけ。いや、もうもちろんポーズです。ポーズです。頭下げたことによって、もうこれ有罪なんでって、かつ僕関与してないんでって、あとの二人よろしく頼みます、ニヤみたいなね。はっきり言って立憲民主党のやってることと一緒じゃん。そ、まあまあ言ったらもう政治なんで、そんなもんですわ。謝罪のハッピーセット軽いね。ハッピーセットって言ってるからね。嘘つきだし泥棒ですが何か。大体ね、向こうは犯罪者だってね、まともに、政治活動できちゃってますからね、日本に来た犯罪者集団もそうですし、明らかにもう犯罪者であっても、入国もできちゃいますし、その中で議員としてね、血税をもらって生活することもできる、いい国ですね。もうまあ行きたいとは思わないけどね。嘘つきは泥棒の始まりって日本的な道徳かなと、あちらは、自分が有利になるためには平気で嘘をつくだよね。まあ、もちろんね、その嘘つきや泥棒の始まりっていうのはね、韓国の、なんだろう、言葉の中にね、なんかことわざとかね、格言みたいなところであるとは思えません。はい。ただね、ただね、人のものを取っちゃいけないとかね、なんかそういう、なんか基本のキーじゃないですけど、人としてみたいなところって、まあ、もう習うもんだろうなって思うんですけどね、まあ、ひどく残念です。こういうニュースを読んでるとね、いつも思います。電子マネーじゃないのって。ルナテラでもらったって。50年前の市議会議員の初任給は30万って言ってたなって。まあまあ貨幣価値が今と違うからね。お年玉袋でよくね。まあね、封筒に何が描かれてたのかは分からないですけどね、チャブートじゃないね、なんかキャラクターが書いてあるかもしれないし、アイドルのスタンプ貼ってあるかもしれないし、ちょっとなんとも言えないんですけれども、はい。というわけでコメントたくさんいただきましてありがとうございました。まあね、冒頭にも申し上げましたけれども、政治家のね、金との癒着っていうんですか、まあ、政治と金っていうところは、まあ、万国共通で起きる、まあ、事件というかですね、まあ、叩けが誇りが出る、ワイダイショーにとってはですね、格好のネタだと思いますがですね、はい、まあ、これ、まあ、本丸はおちゃんとしてはいい事務だと思ってるんで、こいつが逃げるためにですね、これをまあでっち上げたというかですね、都合よくタイミングよく、投入してきた事件なんじゃないのかなとも思っています。はい、まあ、おちゃんとしてはイージーメンそのものが真っ黒なので、さっさと捕まえてほしいなと思っております。まあ、そこまでがセットで楽しめるんじゃないかなと思ってますので、また続報がありましたらご紹介したいと思います。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。こちらのライブ収録ですね、毎週月曜日と水曜日夜10時半頃からお送りしております。お時間がありましたらぜひライブ中に参加いただきまして、こういったコメントをお寄せいただけますと、おーちゃんと一緒に読み上げてですね、楽しく、盛り上げていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。また教えて経済ホチポチメンバーシップのサービスも提供しております。動画の下にですね、メンバーになるのボタンがありますので、クリックいただきまして、各レベル別のメニュー確認いただきまして、レベル1ですね、割とお手頃な金額で、メンバーシップになります。メンバーシップになりますと、こういったオリジナルの絵文字とですね、メンバー限定のコンテンツやライブ、またメンバー交流会なども、催しておりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。ご検討のほどよろしくお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。また見てねー。